じゃあよろしくお願いします。私は立命館大学呼気工学研究センターというところのセンター長をやっています、ララフェローの中川と申します。専門は大きな括りで言うと地質学なんですが、その中でも特に年縞と呼ばれる1年2年の年、それから、横島縦島の島と書いて年縞と読むんですが、これ非常に特殊な地層につけられた名前なんですね。でその非常に特殊な地層の研究をもう振り返るとかれこれ20年30年続けているんです。年縞っていうのは何かと言いますと、こう薄い地層が1年に1枚ずつ溜まっていって、で10枚溜まれば10年分、100枚溜まれば100年分、それを一枚一枚数えていくことで過去の正確な年代が分かったり、あとある年の出来事とその次の年の出来事を別々に分析復元したりっていうことができるもんで、地質学の中では非常に特殊だし、それ分析手間暇もかかるんですけれども、それを分析することで、昔のことが非常に高い解像度で分かるという研究をもうずっとやっているんです。で今私がいるこの場所が福井県の年縞博物館というところなんですけれども、ここから車で5分ぐらい行ったところに水月湖っていう、あんまり有名とは言えない湖がありまして、大した大きさじゃないんです。私数キロの湖なんですけれども、その湖の底に、その1年2年溜まっていく縞模様の地層が全部で7万年分あって、でこれが世界的に見ても桁外れの年縞であるということで、それの研究をずっとやってきまして、で、今ここその研究成果を展示している博物館なんですけれども、ここで、どう言ったらいいかな、こんな機会を与えていただいてます。よろしくお願いします。同じく立命館大学呼気工学研究センター副センター長、ララアソシエイトフェローの北場育子です。私は、2009年ぐらいに中川先生に出会って、それまでは全然違う研究をしてたんですけれど、それから私も同じように年縞というものに、どっぷりハマるようになって、で、2017年ぐらいからかな、メキシコで2年間かけてその特別な年縞っていう地層をひたすら探しまくるという旅をして、で2019年についにマヤ文明が栄えたその遺跡の中にある湖で年縞を発見したんです。でそれはサンクラウディオっていう湖なんですけれど、そこで2022年とそこで土を取ってきて、それをひたすら分析するっていう、でその島々から見えてくるマヤ人が実際に経験した気候変動、そういったものを明らかにしていきたいと思っています。ララのこの間就任式っていうのがありましてね、でそこでララフェロー10人が今後の抱負っていうのを語ったんですよ。でそこでも同じことを申し上げたんですけど、研究をしろっていう5年間なんですよね。明白なメッセージで、研究で大学の名を上げろ、そんな明白なメッセージを大学からもらうことってちょっと聞いたことないぐらいレアな機会だと思うんですね。で私そのいただいた5年間の自由と時間と、あとお金とをどう使うかと考えた時に、僕やっぱり研究がしたいなと思ったんですよ。多くの大学教員がそう思ってると思うんですね。でも教育もしなきゃいけなかったり、大学行政もあったり、なかなか思い通りにいかない中で研究だけするオポチュニティをいただける、で自分が研究したい、大学も僕に研究してもらいたがっている、させたがっている、このなんか需要と供給が噛み合うことって大人になるとみんな実感するけど、なかなかないじゃないですかこれはすごく幸せなことだな。で研究するってのはどういうことか、それはいろんな言い方があるんですけれども、年縞の研究って手数がかかるもんで、その手数をもうたっぷりかけさせてもらおうかな、もう脇目も振らずやっぱりデータを出す、それが僕がすることなんじゃないかなと思ったんですね。で実際にそうしようと思って、でララフェローに採用していただいて、多少なんか心にも変化があって、その期待には応えなきゃいけないなと思って、今まで以上に真面目にデータ出そうと、例えば講演会なんかも断ろうとかね、
そんなことも考えるようになって、ちょっと出張先に持っていける新しい顕微鏡を買ったりとかして、今年はデータを出してます。で、僕は後悔のないデータを出し切って、この5年終わろうと思います。で、年縞って昔の出来事が全部刻まれてるから、それを例えば10年ぐらいできれば10年平均のデータが手に入るし、1年できれば1年のデータが手に入るし、ある意味こう再現がないんですよね。で、どこまでやるかっていうのはもう自分の覚悟と与えられた機械のバランスみたいなところがあって、で、僕がね開発した悪魔の装置があるんですよそれはね、名前からして凶悪で、ミリスライサーっていう装置なんですよ。で、年縞を細長いなんか1センチ角の棒みたいにまず切り出して、それをミリスライサーにセットしてカチャコンカチャコンやると、1ミリでそれが切れていく。やったよね。やりましたね。本当にね、10センチをこう1ミリ1ミリって切ったら100個サンプルが入ったバイアルができるんですよ。で、逆に言うと100個サンプルが入ったバイアルが並んでもまだ10センチしか進んでないっていう、この絶望感すごいんですよでも最高なんです、それ。で、それを2メーターなんで、すごい数結局切ったんだよな、何日か使って。結局1897個バイアルがで、島がない、マヤ人が例えば湖の周りでちょっと土地の利用に失敗して、こう土壌侵食みたいなところは、まあ、島がないんで、そういうところは全部5ミリに切って、それ以外は全部1ミリで切ると1897個もできちゃってタイムラプスの映像を撮ったんですよ。それは机にそのガラス瓶でバイアルっていう、それがずらーっと並んでいって、これぐらいの長さになった年縞がだんだんこっちでスライスして、ちょっとずつ短くなっていく、恐ろしい映像ですね。でも本当にちょびっとしか切らないから、1ミリ1ミリだから、あんまり減ってるようには見えないんだけども、まあ、なんかこっちには瓶がいっぱい並ぶっていう。でね、僕は全部で45メートルもあるその水月湖の年縞を扱ってるもんですから、ミリスライサーに手を出すとサンプルの数が4万5000になるんですよねで、1サンプル分析するのはやっぱり1時間は最低かかるから、4万5000サンプルっていうと、なんか5回ぐらい輪廻転生を繰り返さないといけない話になる。だから僕はね、ミリスライサーを発明する、僕が発明したんだけど、その前の段階でセンチスライサーっていう装置があるんですよそれを使って45メートル全部切ったんです。で、だから僕の実験室にはもうこう高いラックがあってね、そこにそのスポンジフォームのスポンジの中、穴の中に試験管が4500本刺さってるんですよ、リアルにで、それを端から順番に分析していくと、僕、まあ、それなりにトレーニング積んできたつもりでも、やってるうちに上手になっちゃうかもしれない。やってるうちに上手になっちゃうと、最初と最後のデータが狂うかもしれない。だからランダムにこう分析していくんですよ。だから壁を埋め尽くしている試験管がなくなっていく実感がないんですよ。ただなんとなく薄くなっていくんですよで、これを最後に、まあ、ゼロまで持ってって死にたいというのが僕の生涯をかけた夢なんですが、とね、僕たちそれぞれ専門があって、僕はその中に入っている花粉の化石を抽出して分析するっていうのが仕事なんですけど、まあ、試験管を煮て焼いてスパイスかけて蒸してみたいなことをすると花粉が取れてきて、で、それを顕微鏡で一粒二粒って数えていく。まあ、今までの人生で200万粒ぐらい数えたんですけど俺はね、よく言われるんですよ。結構膨大な仕事にやっぱりなるので、特に例えばアメリカとか中国でそういう仕事やるときって、大学院生の軍隊作って大勢でやったりとかするんですけど、やっぱりデータがばらつくんですよね。で、僕は究極のデータを出して、みんながそれを信じて、さらにそのストーリーを展開できるようなデータが出したいから、最高品質でやろうと思うと、やっぱり自分で暗く閉じこもってやるということになりますね。ただその花粉、化石の花粉以外の分析もあって、それこそ元素調べたり、他の種類の化石調べたり、いろいろやるんです。それはもう国際協力ですね。世界のここにこれに関しては一流がいると思ったら話しかけていってやってもらってとかいうことをずっとやってきました。水月湖で最初にやった仕事っていうのが、水月湖って1年2年のメモリが全部入ってるので、それを世界中の研究者が使えるある種の物差しに仕立てるっていう仕事が第一段階の仕事だったんです。で、それを2006年から2012年までで完成させたんですけど、その時はね、オックスフォード大学に、化石の分析をやってもらって、それからグラスゴー大学にも同じことを、まあ、放射能の分析なんですけど、それをやってもらって、それからドイツの国立地質研究所っていうところに島を数えることをやってもらって、
それからイギリスのアビリストゥイス大学っていうところにもまた別のある種の X 線を使った方法で島を数えるっていうのをやってもらって、もう完全に国際混成チームですね。でそれはもう一流ばっかり集めた結果そうなっていった。でその遺産っていうのは僕がもう水月湖で あの仕事楽しかったなと思って一人でニヤニヤしながら墓場に持っていくのかなと思ったら結構そのまんま生きて彼女が引き継いでくれてるんですよ。まあどことね、そうですね、あのドイツでまた年功 その島数えを、うん、マヤの年功を数えるのをまた実際ドイツに行って習うっていうことを計画しているのと、あとアベリステイス大学でまたあの水月湖よりさらにバージョンアップした機械であのマヤ人が経験した気候変動を全部分析するっていうのと、やっぱりあのそのアベリステイス大学でもまた次の若い世代の人と私は一緒に研究できたりとか、なんかそう世代交代もちょっとしつつ、あの前のその水月のあので培われたやっぱ年功研究ってどこまでもできるけどみんなができるかっていうとそうではなくて、だけどもそれをあのなんだろうな、みんながあのちゃんと同じメモリ同じ時間っていうのを見ながら分析できるようにしたっていうのが水月湖のすごいところだと思うんですけど、それをちゃんと受け継ぎつつまたあの新しいこともやっていこうっていう風にできているっていう感じで、やっぱりその水月湖の文、人脈とかそういうところからあのなんていうか発展拡大させていくのが私の、まあ、古気候研での仕事かなって思っている部分はやっぱ着任した時からあって、で新しい流れも入ってきてるもんね。そうなんです。アリゾナとアリゾナ大学のその先生とあのマヤ部の考古学の研究者の先生と研究したりとか、あとはガテマラとかあのメキシコとかその現地の人たちも巻き込んであの一緒に本当に地域の人とかと、一緒に関わりながら研究できるっていう、結構私あの2012年の時にあの初めてあのちょうど無職になってた時があって、その時にあのそんな話するかいいよいいよあの2012年の時に無職になってどうしようと思った時に外国のラボを見なさいってあのその学会で出会った時に中川先生に言われてて、じゃあ見に行こうと思ってあの貯金はたいて中川先生のラボに1ヶ月居候させてもらったんですよ。でそのちょうど直後に水月湖の穴掘りをあの東大の先生がされるっていうので、先生がその年功の研究のそのなんていうかハンドリング、やっぱりあの穴掘りって結構大事で、いい土はまあ北村さんが掘ってくれるけどその後やっぱめちゃくちゃにすることもできるんですよ。なんだけどそれをちゃんときちんとみんなが分析できる形でっていうそのノウハウを教えに来るからっていうところで、そこで2ヶ月また居候させてもらって、年功研究のこう年功っていうものに初めてしっかり触れたのもその時で、年功研究っていうのを学んだのもなんかそのノウハウを学んだの最初の場所っていうのもそこで、でそうやってそこでいろいろ学んでいくうちにその研究のそのなんだろう、ここまでやるんだっていうすごさと、あとやっぱあの地域に愛されてるっていうところがやっぱりすごいあの素敵だなと思ったところで、私もあの将来こういうなんかあの地元に愛されるフィールドをやっぱその研究の成果を還元できる、まあ、こんな博物館までできてここまでの形で還元するってほぼないと思いますけどなんかでもそういうなんかあの自分がなんかあのなんだろう、なんかもう本当に人生をなんかそこになんか中川先生がまあその水月湖にも人生とかをこう全部投入しているけど、そういうフィールドを私も持ちたいっていうふうにずっと思ってて、あとそのチームのみんながそのアベリスイスにしてもドイツにしてもみんなが幸せそうなんですよ。こんななんかすごいなんか時間かかってめちゃめちゃ大変で、そんななんていうかあの博士の時代の5年の一番いい人生の時を完全に島だけ数えて暮らしたりしてるのにみんな楽しそうなんですよ。なんでそういうところなんていうか、そういうフィールドを私も持ちたいし、そういう研究のテーマを持ちたいっていう、そういうところですごく刺激を受けていて、なんていうかそういうところをなんていうか なんていうかそこをなんか受け継いでいかないといけないところ。メキシコでなんかでもいい連鎖が生まれつつあるよね。そうで、だからそういう意味でその年功、マヤの地域でまあ年功を見つけて、なんていうか周りの人たちがあのすごいその自分の家の庭先の湖と思ってたところにそんなすごい島々があって、でそれであのその地主さんたちがあの調査を一緒に手伝ってくれたりとか、でそれでその研究されることでなんか周りが喜んでくれるみたいな、なんかそういうのがすごいいいところで、その水月のまあ、その世界の物差し作るってなかなかそんなすぐ簡単なことではないけど、そういうのをやるのにそのなんていうかみんなが楽しそうっていうのがやっぱ結構衝撃で、あの水月湖のほとりに、ね、僕がたたずんでるとね、軽トラがブーンって止まって梅干しくれたりするんですよそんだけ愛車でこの間でもね、北川さんが仕事終わって帰ろうとしたらなんか食べてけとか言って、なんてケサリーやってたっけ、あのあ美味しいサンドイッチ、そうそうメキシコでトルティーヤにそのお肉挟んだりとかなんかほんまに大雨の中走りながら持ってきてくれたこともそうそうそう、今焼きたてやからとか言って食べなさいとかって言ってね、そうそう、だからなんかまあ似たような感じのことは起こり始めてきたりだからね、リーダーの仕事してますよ。
リーダーの仕事って結局そういうとこあるんですよね。なんかこう いい連鎖の起点に なるみたいな。それってどうやればいいって説明するのすごく難しいんだけど、まあ、彼女もでも見てるとメキシコですごく楽しそうにやってるし、でやってることは手抜かないし、まあなんかなんとなく伝染していくんですよね。その伝染力を持ってる若手がうちの研究センターにナンバー2でいるっていうのは、まあなんか僕の強みかなと思いますけど、一番のポイントはかわいそうだったことだと思います、うん、あまりにもお金がなくて、で周りのこの辺の人がみんな知っているある廃屋があったんですよ。高いガソリンじゃないですよ、廃れた家ですよ。そこにそれを借りてみんなで合宿みたいにして放ってたんですよ。で周りの人はね、いぶかってたんですよね。あの人が住めるはずのない建物に最近夜電気がついているぞ、ね、でどうもなんかまず予算のない若者が自炊をしながら穴掘りをしているらしい。でなんか大雨が降ってこう台風でね、水位が上がっていくんですよ。床下浸水するんですよ、余裕で。でその家はね、実は4年前に床上まで水が上がって放棄された交番だったんですよ。でそれでダメになった向かいの家は土盛りをしてちゃんと高くして新築の家を建てていて、でその家のおばさん お母さんがこれを食べなさいってアジのフライを持ってきてくれて、でもし畳に水が浸るようになったらうちに避難しなさいって言ってくれた。そこがスタートラインなんですよ。で北山さん、北山さんで今年は私十分かわいそうだったんで味方がすごい増えたんですよね。もともとこの地域の人たち優しかったんですけど、やっぱメキシコの本当にすごい、まあ言ったら僻地、まあグアテマラとのもう国境地帯になるような、本当に最寄りの空港から車で5時間ぐらい、なんか私たちがベースキャンプで泊まれるホテルがある町までもう車で1時間みたいな、そういうところに調査に行ってて、そこでまたその何メーターも穴を掘るっていう時に、やっぱりその急に行って急に穴掘れないんで、やっぱ日本の湖で最小限の装備でどれだけ穴が掘れるかっていうのをまずやるんですよ。例えば湖の上で穴を掘ろうと思うと浮かぶ足場がいるんで、その浮かぶ足場を最小限の装備で作る、まあ、だからきっとコンパクトに持っていけてしっかりした足場が作れるものを空気ベッドみたいな、そんな感じで作って、で三角のこうタワーを立ててっていう、まずそれをやってリハーサルをしようとしたんですよ。そしたら水月湖でまずそのイカダを組んで櫓を立てて、で明日から穴掘りだって言って、次の日朝来てみたらイカダがなくなっていて、空気ベッド4つあるうちの1個が不良品で空気が漏れてタワーがもう完全に重みで沈んだんですね。でしかも穴掘りする装置もそのためにちゃんと業者の人と一緒にこう相談しながら新しくこうなんか作ってもらったその機材とかも全部湖の底34メーターのところに沈んでしまって、でどうしようって回った方に暮れて、でそしたらもう周りの漁師さんとかもうめちゃくちゃ優しいわけですよ。全部沈んだらしいって言って、でその4つあるうちのベッドのうち1個がでも奇跡的にアンカー張ってたんですよね、そのイカダを固定するために。でそのロープがたまたまベッドのうち4つあったベッドのうちの1個に引っかかってて、どこにあるかだけは分かったんですよ。でそしたらその掘削装置作ってくれた会社の社長さんとかがもうそういうネットワークいっぱい持ってらっしゃるんで、プロのダイバーさんっていうのに声かけてくださって、サルベージをしてくださって、本当に湖の底から機械とかも一式全部生還したんですよね。でその波乱万丈の機材を全部持ってメキシコに行ったら、行ってこう穴掘りするぞって言って、まあ、同じようにこの水月湖で学んだこう教訓を生かして、また絶対沈まないイカダを作って、今度タワー立てて穴掘り始めたら、1本目の穴掘る時に、まあ、このパイプが湖の底にドンって刺さって、あ成功したって言って、これで土が取れたって言った瞬間タワーが折れるっていう。でそういう波乱万丈を経験して、その日これどうやって引き上げようかって言って半日悩んで、まあ、なんとか引き上がりはしたんですけど、それを見たなんかやっぱ地主さんたちがとってもかわいそうになったみたいで、でそしたらその地主さんの中の一人がすご腕のもう町一番ぐらいの溶接工で、俺が作ってやるって言って、そのプラットフォームもタワーも全部作ってくれるっていう、それで友情を固い友情を組んで帰ってくるって、ちゃんと穴掘りも成功させて帰ってくるっていう、そういう感じでなんか
今回楽しかったね。うん、楽しかったですね。なんか結構学んだこととしては、最初のそのプロジェクト初めて年功を見つけたけど、これをやれば絶対勝ち目はあるけどお金がないっていう時にクラウドファンディングでいろんな人にも助けてもらってるんです。結局明るくてかわいそうっていうのが一番大事かな。それが一番秘訣じゃないですかね。なんか立命館でもそうやって優しくしてもらっている気がする。